しっかりした衣装ケースの仕切りの箱を作っていきます。内寸を測って5面分の型まがみを作っていきます。特に、底の面はですね、こんな感じで5ミリの内のりをつけます。なぜです内のりをつけるかというと、これから使うですねスチレンボードが5ミリなので、その5ミリの接着する場所を、ちょっと削るんですね。そのために、作っています。でそしてこちらが、正面2枚底2枚あ底1枚ですね、こんな感じで壁を作るための、面と底が必要です。そして、この側面の、あと2枚分の型紙が必要です。材料のスチレンボードになります。これは、紙でできていますので、このようにですね食器棚シートを、汚れ防止のために貼り付けていきます。これ100円ショップでシンプルなシートです。型紙通りに切ったスチレンボード、この上に食器棚シートを貼ったものがこちらになります。底板の部分は、側面のですね、板をつけるための5ミリの溝を最終的には、つけます。こんな感じで貼りたいので、少しですねこの端の部分をちょっとカットしてですね、少し高さをカットして、貼っていく部分を作ります。食器棚シートを、貼って、縁の部分は食器棚シートは貼らないように、高さを、2分の1にカットしていきます。カットの仕方はこちらです。金定規を当てます。そして全部切らないで軽い力を入れて、厚みを半分にするように切っていきます。今度は横から半分の高さになるようにカッターで切り込みを入れます。この時も徐々に力を入れすぎず、何回かに分けて切っていくと綺麗に切れます。余分なところはカットします。5ミリの幅の高さ半分の、塗り代の部分が切れました。そしてこのように5ミリ幅のスレンボードを接着していきます。すべての面の材料を揃えました。
ボンドを用意します、ボンドでくっつけると結構がっちりと接着できるため、私は、スチールのりを使う、スチールのりですね、スチールのりを使う人もいるかもしれませんけれども、今回はもうカチッと、垂直にはめたいので、ボンドを使っています。ボンドが貼り終わりました。板を、側面の板をがっちりとつけていきます。ちょっと沈むぐらい抑え込んでます。すぐに接着しないので蒸しピンで押さえていきます。しっかり固定するためにたくさんの蒸しピンを打ちます。半日ほったらかして乾燥しました。しっかり乾いたらピンを抜いていきます。このようにですね、ぴったりと寸法の決まった箱が、完成しました。洋服がしっかり収まりました。何日か使っていますが、使い勝手いいです。